何をまだ見てるんや。熱い。すげえ、めっちゃいい匂い。マカロニ入ってる。めちゃくちゃうまい。マジで、うん、今からセンチいけるね。いける、うん、サバのトマト煮みたいな香りがする。わからんわ。ちょっと作ってみましょう。じゃこれ開けます。はい。すごいな、めちゃくちゃ充実してるな。ちょっとこれガムです。それガム。すごいね。これがおしぼりか。それなんかティッシュ。あ、ティッシュか。ティッシュやった。乾燥しちゃった。ティッシュみたいな、うん、あ、これウエットティッシュか、うん、モイストタオル。あ、すげえ。何？シュガー。あ、シュガーね。コーヒーの、うん、ソルト。え、ソルト。あ、そう、それソルトや。これ何？それコーヒーよ。コーヒーか。バカじゃん。コーヒー作ろう言うてるのにこれ何？コーヒーだ。それはこれが、え、それはこれ何？クリーマー。あ、クリープですね。これはコーヒーに入れるクリープ。で、これがマッチと。マッチ、まあ、タバコ食後の後にタバコ吸う人はこれでタバコ吸う、うん、と思うんだ。すごいね、うん、めちゃくちゃ充実してるやん。で、おそらくこのバッグ、このバッグに入れてシェイクするんじゃないかなと私は思ってます。コーヒーシェイクするのかな。これもうホット、ホット、あったかいものを入れるんじゃないかという予想。ちょっと待ってくれ。え？ジンジャーエールって書いてるわ。え、ジンジャーエールって書いてる？ジンジャーエールじゃないよ。ジンジャーエールじゃないこれ。ねえ、加藤くん、英語で読んだんやけど、加藤くんを。だから俺英語良くなって。言うたか、英語得意って一回。加藤くんは。むっちゃネタとか書いてるから英語できる男やと思ってたんや。ネタ書いてるとか英語できると思うな。英語できる人なんていっぱいおるわ。嘘やん、ジンジャーエールじゃないで、ほんまに。私でも読めたわ。ごめん、そのレモネードに引っ張られて。6にする。6で行ってみようか。なんかあるんかな、お湯多めやったらなんかアメリカンコーヒーとか。あ、なるほどな。ちょっとお湯が少なかったなんかブレンドとか、エスプレッソとか、うん、3段階に分かれてるもんね。だから3種類のコーヒーが飲めるってことやろ、まあ、簡単に言うと、うん、好きな人濃度でな。あ、でもめちゃくちゃコーヒーや。いや、いいんじゃない加藤くん。いや、今ロック入った。うん、今カフェの男って感じ。いや、カフェの男はもうこんなナイロンでせえへん。締めってちょっと軽く振りますか。うん、うわうわ、すごく美味しそうよ。すごい。あ、もうマスクしてても分かるわ、コーヒーの匂い。あ、ほんまや。いや、え、これちょっと期待大。これすごいよ。あ、熱々。入れるとき怖いな。美味しそうだ。あ、むず。どういう。スタバで働いてたっけ。働いてへんよ。働いてへんか。見たことある、スタバでこんな感じの。なんか手つきが慣れてるなと思って。ちょっとこれで入れるな。はい、お願いします。あ、でもいい。あらららららら、いいないですか。素敵よ。注がれてる、ドリップされた感じ。いいよ。いいよ。あ、めちゃくちゃコーヒーの匂いする。うん、めちゃくちゃいい。ちょっと待って。オッケー。あ、めちゃくちゃコーヒー。コーヒー。コーヒー飲まんねん。半分ぐらい、うん、それぐらいでいいと思う。え、いつも何飲んでるんだ。いつもカフェオレ。あ、じゃあちょうどいいね。ちょうどいいかもね、うん、シュガー。シュガー、砂糖やな、塩やないな、それ読めてる。大丈夫。あ、シュガー読めてる。おい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 、ちょっと開けてもらう、ごめん。ソルト開けてるやん。危な。ごめん、急にここに来て英語できんくなってきた。うん、びっくりした。びっくりしたな、ほんま。これはちょっとアメリカ自衛隊にはなられへん。本格的な。いいじゃん、これカフェオレじゃん、うん、めちゃくちゃうまい。うまい？ほんまにうまい。危なかったで、塩入れてたらそんな笑顔見れてなかったで、加藤くん。あ、よかった、ホッとした加藤くんの姿や。これが、開けてみます。これも一回開けてみよう。開けます。はい。うわ、もうめちゃくちゃちゃんとしたお菓子やん。すごいやん。うん、で量あんな、結構。あとこれな、うん、なんちゃんと食べた時筆箱みたいになってたんよ。どういうこと。全部固まって、あの1個の
一個の個体になってて、そんな粒ではなかったんだ。これはチョコレートやろな。いや絶対コーヒーに合うよそれ。グミ。グミ？チョコじゃなくて？うん。あ、ティータイムって感じです。食後の。むちゃくちゃいい。今優雅な時間。うん。全然。全然戦闘する様子がない。様子がない。今も怒られたらもう、もう終わりよ。終わり、無理無理。全然構えられへん。構える。穏やかになってるもん今。今もここに銃口突きつけられても飲んじゃうね。そうや。そうやな。もう抵抗せずに飲んじゃう。恐ろしいわこれ。私は加藤くんが入れてくれたコーヒーをいただきたいと思います。はい、ブラックで一旦。ブラック早かな。あ、なるほど。うん、加藤くんよろしい。非常によろしい。心を込めて入れてくれたっていう感じがするわ。そっちね。と、うん、いうことね。食べてみて、グミも。これグミ。グミ。うん、ほんまや。グミや。グミ。しかもなんかあのアメリカのお菓子って感じ。で、これ味違うのよ。全部。あ、そうなん？俺は2種類しかちょっとまだ食べてないけど。うん、レモンや。やろ？うんうん。全部フレーバー違う。全部違う。どんだけ楽しませてくれんの？いかついぞ。もう戦いたくなくなる。いやな。うん、帰りたなるな、これ。これだけちょっと開けてみていい？あ、いいよ。ティッシュだ。食事の時に拭くやつだ。あ、紙ナプキンみたいな。うん。とティッシュですか。そう、モイストウェットタオル。使ってみます。加藤君手綺麗やね。いや今そこじゃないの。すごい綺麗。あれ？あ、これは乾燥してしまってる。そう、乾燥してる？うん。モイストじゃなくなってる。バリバリ言ってる。あの和紙みたいな。ガムガム。ガム2つ入ってるね、うん、これ2人分やったんちゃうかな。ほんまに。え、でもちょっと文明の力かります。文明の力やな。すいません、ね、軍隊アメリカだから。そう、やっぱでもこれ1個じゃん。1個ガム2つ売れやろ。でもあ、そうか、戦闘中と食後っていう感じかな、うん、あ、なんていうの、ケシリトールみたいな。ああ、うん、食後虫歯取ってくれそうな、スースーするやつ。そうやんな、それ多分歯磨きの代わりよね、多分。うん、おそらく。至れり尽くせりやな。なあ。うん、あ、これは全然今から戦闘に向かえるな。なあ。すっきり。カフェで落ち着いてたけど、うん、もう今から全然いける。キリって、キリってなるな。いきます、はい。なこれ。塩だけがちょっと謎や。塩謎やったな。塩いつ使うんよ。加藤くんコーヒーに入れようとしてたからさ。いや、分からへん、現地の人がひょっとしたらこれに塩入れるかもしれない、うん、あ、そうかそうか、私たちの文化にないだけでな、うん、文化の違い、文化の違い。絶対違うけどな。美味しかった、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった、はい、ご飯から始まり、最後デザート、飲み物、コーヒーで、ガムという、もう至れり尽くせりのちょっとしたコースみたいになってた。そうやな、なんかデートとかにもね、これ持ってってピクニックとかで、あー全然でもあり。ありでしょ。うん。の開封からちょっと楽しかった。うん。まあその事前に言うとかなあかんけどな。あ、なんで？あのいきなりそのテクニックでバーンってお弁当かなと思ったら、うん、あのその MRE 持ってきたら、うん、ちょっと引くから。そうかそうか。それであの MRE 持っていくね。あ、それで男性の心はつかめないですかね。あ、でも MRE でもデートって楽しめるんちゃう。めちゃくちゃ二人でなんかお腹いっぱいになるし。うん、そういうちょっと楽しみ方もあるな。うん、まああとはシンプルにその非常食。そうやな。何が起こるかわからんし、この自己時世。そうやな。で、ね、なった時もあんだけうまいご飯あったら、うん、多少ね、そのしんどくてもクッと生きるんちゃうかな。そうやな、うん、これは本当に英気を養えるものだったということで、はい、私たちもますます芸人として英気を養っていきたいと思う、うん、というわけで加藤くん本日はありがとうございました。はい、加藤くんのツイッターやインスタの URL 貼り付けておりますので、はい、はい、ぜひ皆さんも見てみてくださいということで、本日の訓練これにて終了。キャッツアイクレイクレイ。以上、チッピーちゃんズと加藤すまじでした。またねー。急に最後いるなった。あんだけ来ないでたのに。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ろしく。